始めます。最初に講演会よりもご挨拶をいただきます。原口一博講演会会長代行、安田康弘様、ご挨拶をいただきます。すみません、マイクの通りが悪いと思うので、ちょっとマスクを取らせていただきます。今日は日曜日という皆さん大変お忙しい中、このようにたくさんお集まりいただきましてありがとうございます。4年前衆議院選挙が終わったらもう4年経ってるんだな。で、大体僕はこういう時は司会に当たったんですけど、もう僕も60になったから後援会会長代行という役を引き受けなきゃいけないなと思ってふっと思ったら、70歳になってましたということで、とにかく選挙は勝たなければいけない。特に今度の選挙は絶対何が何でも勝たなければいけない選挙になります。どうか皆様、お一人お一人の力を原口一博の代議士にお貸しいただきまして、無事に、11月になるかどうか分かりませんけど、選挙に安全参考をしたいというふうに思っております。時節柄ですので、もう皆様に応援していただき感謝の気持ちは後援会を代表いたしまして、十分に思っておりますけど、ここで締めさせていただきます。どうも本日は今日ありがとうございました。ありがとうございました。ここでご来賓からのご挨拶を頂戴いたします。立憲民主党佐賀県総支部連合会最高顧問衆議院議員大串博士様、お願いいたします。皆さん、こんにちは。こんにちは。ご紹介をいただきました、立憲民主党佐賀県連で最高顧問をさせていただいております、衆議院議員の大串博士でございます。どうも。この良き日に原口代議士のこの講演会事務所であり、皆様と共にコロナ禍の中でございますが、こうやって感染防止をしながら開催させていただくこと、私も大変ありがたく喜ばしく申し上げございます。ご参加本当にありがとうございます。県連からも御礼を申し上げさせていただきたいと思います。なおかつ、原口代議士への政府からの皆様のご支援、私からの心からお礼を申し上げさせていただきたいと思います。特にこの現状、選挙が間もなく行われ、しかも任期満了のみならず、自民党さんの手前勝手な事情によって憲法で決められた任期満了すら超えてしまうかもしれないという、この日本では過去なかったようなこの現状での憲法が近づこうとしている中でございます。そこに完全と立ち向かう原口代議士とともに私も頑張っていただきたいなと思いますが、その間原口代議士は私たちの立憲民主党でございますけれども、この4年間大変な苦労がございました。4年前の選挙、皆さんも思い出していらっしゃると思います。野党勢力が分裂し、その中での4年前のスタートでございました。しかしこの間、原口代議士が一貫して大きな塊を作っていくというリーダーシップを発揮してくださった。そういう中で私たちは再び佐賀県連、大きな塊として再スタートを切ることができました。この間原口代議士は党本部の方では国会対策の責任者、そして今党の副代表として党の本部の方でもリーダーシップを振っていただいております。今佐賀県は実はこの野党勢力の見本のような県と全国から言われています。九州の立憲民主党幹事の県を引き受けることになりました。ここまで私たちのものを言う勢力を引っ張っていくことになったのは原口代議士です。そしてこれがこうやって原口代議士のリーダーシップの下で、この保守地盤の強い地方でも頑張っていけば、政府与党の強権的な政策に対してものを言うことができるということを証明してくださったのは
原口代議士のこれまでの引っ張りではないでしょうか。皆さん今度の選挙は絶対に勝たなきゃいけません。負けられません。なぜならばですね、コロナという、そして災害というです、私たちの命に関わることが日々私たちの胸に大きく迫っている中で、今政府与党どうですか。自分たちのコップの中の権力闘争に明け暮れて、今年この今月5月1ヶ月間コロナのことはそっちのけで、災害のことはそっちのけで、自分たちが次の選挙でいかに有利になるかのことだけ考えている。こんな政権に、こんな私たちの生活を後回した政権に続けさせるわけにはいかない。この大きな旗印を立てて引っ張ってくださるのは原口代議士以外にありません。では皆さんからの結集をここでさらに強めていただいて、講演会活動の輪を広め、来たら戦いに皆様と一緒に臨んでいきましょう。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。続きまして、日本労働組合総連合会佐賀県連合会会長代行、宮崎慶次郎様、お願いいたします。皆さん、こんにちは。ただいまご紹介いただきました、連合佐賀で会長代行させていただいています、私、宮崎と申します。本来であれば会長である出がご参加してご挨拶申し上げるところですけれども、どうしてもお金を重ねまして、私がご挨拶することをよろしくいただければと思います。さて、数日ですね、皆さんご存知で先ほどお伝えしながらもありましたように、長崎町大会ではですね、菅首相の池田議員が主任とかということで大変混乱しています。ただその中でですね、関係者の話を聞く中で私は大変憤りを感じています。なぜかというと、その話の中で国民という言葉が全然出てこないんですよね。出てくるのは通り通り、おりぼや、本当に国民をないがしろにしたやり方じゃないかなと思っています。国会議員というのは本来であれば国のために何かをやろう、国民のために何かをやろうと思って皆さんなっていると思います。ですから、いわば国会議員であることが手段だと私は思っています。原口代議士がよく言われます、かけがえない命を守るため。その言葉の中には、健全な経済活動、安心安全な社会活動、そして誰もが幸せに暮らせる暮らし、そういったものが含まれていると思います。それをするために国会議員になろうと思って今ここにいらっしゃると思います。ですが、先ほど言った永田町あたりでよく話しされている与党の人たちは、国会議員であることが一番大事であり、先生先生と呼ばれる国会議員になることが目的になっているんじゃないか、そういうのが透けて見えます。今日本はコロナ、そして日本は国民も経済も大変疲弊しています。また豪雨災害で本当に困っている人がいます。こういう時こそ政治がしっかり行政と手を組んでフル稼働しなくてはいけないと思います。ですが、残念ながら今の政府与党にそれは期待できません。この間のコロナ対策、災害対策を見ればそれは明らかではないでしょう。今こそ政治を変えなくてはいけないと私も思います。労働組合的な言い方をさせていただければ、今の政治は働く者、生活者のための政治ではありません。働かせている人たちのための政治になっていると私は思っています。この佐賀の地で原口代議士をしっかり勝利させ、堂々と国会に送ることが私は大切であると思うし、ここにいらっしゃる皆さんもそう思っていらっしゃると確信しています。ぜひですね、
この地でしっかり勝利して日本の政治を変えるために原一帯一生国会に送れるよう、連合さんもですね、ここにいらっしゃる皆さんの手を支えて最後までしっかり頑張るということを申し上げまして、連帯と激励の挨拶とさせていただきます。原口勝雄賞に向かって頑張りましょう。ありがとうございました。続きまして上峰町長竹広雄平様お願いいたします。皆さんこんにちは。紹介いただきました上峰町長竹広でございます。まず事務所の開設おめでとうございます。私も原口和弘代議士と一心同体となって、この初期の目的を達するべく力を尽くしていきたいと思っております。どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。先ほどからお話があっておりますけれども、コロナが最大の課題です。本庁におきましても生活福祉金、フードバンクの利用者増加をする一方であります。また介護による収入減、 DV 被害も 1.6 倍ときます。本当に厳しい状況にあるわけでありますけれども、まさにこうした時に原口和弘代議士が必要だというふうに私は思っております。これまでのコロナ対策見てて、おそらく代議士は国に忸怩たる思いでいっぱいなんじゃないかというふうに私は勝手にさせています。確か昨年の2月だったと思いますけども、ダイヤモンドプリンセス号の頃だったと思いますが、第一からメッセージをいただいて、それ以来 SNS でいろいろ情報をいただいておりました。コロナの行動計画がないところでインフルエンザの予想に基づく行動計画の適用を早くやるべきだということももたもた国の方はしておりましたし、第一が早くから言われておりました医療崩壊につなげないための拡大した PCR 検査、あるいは遠隔医療の必要性、テレワークの必要性、これもなかなか進まないという現状があったかと思います。そういうことを考えてみてもですね、原口さんは本当に日口さんの思いで何とかこの在り方を変えなきゃいけないという思いでいらっしゃるんだろうというふうに思います。私たち地方自治体の情報発信についても適切にアドバイスをいただきました。どうしても供給側の視点でですね、保守的な情報発信になりがちなんですけれども、もっと利用者目線、国民目線で、例えば役所や教育機関が閉鎖した場合、感染者が出た場合どのように対応すべきかだとか、自分やご家族に感染者が出た場合、職場の同僚に感染者が出た場合どのように発信していくべきかということを私どもに丁寧にアドバイスをくださいました。まさに危機管理において本当に頼りになる存在が原口和弘代議士であります。この間コロナ、そしてデルタ株の拡大がすごく増加して増え続けているという現状があります。今後のチラシを先ほど見ておりましたけれども、自宅療養を余儀なくされて、入院ができずに亡くなった女性の話題は先日もございました。自宅療養者が相次いで緊急搬送されて、本当にですねお亡くになられる事例が後を絶ちません。こうした事例を考えてみても本当に思うんですけれども、国の方で入国管理もうちょっと徹底してやっていただいて、あるいはその水際対策を徹底してやっていただいて、よくオーストラリアやニュージーランドの話題が出ますけれども、一時的に14日間ホテルに収容しながら、空いた分だけ、空き室が出た分だけ入国を許容していくような、そういう徹底した管理があればですね、今のこの風景、日本の風景はガラリときっと変わってたんだと思います。まさに政治の責任であります。やはり政治が見据えるべきはですね、国民の生活である、
ひとえに国民の暮らしであり、そして暮らしの安心だと私は思います。変わらぬ原口大使はこの政治姿勢で24時間365日、そしてこれまで30年の実績と経験でこの信念で戦ってこられました。私どもと根底で深いところでつながっておられるのが危機管理に強い原口和弘大使であります。どうか今回のこの事務所開きを契機に、この実績と経験、そして覚悟をお持ちの原口和弘大使の支援を一緒になって広げていただきますことを心からお願いを申し上げまして、私からの激励のご挨拶に返させていただきます。本日はおめでとうございます。ありがとうございました。大臣のお参加と本当にありがとうございました。それではここで衆議院議員原口和弘代議士よりご挨拶を頂戴いたします。お願いいたします。皆さんこんにちは。今日は本当にお忙しい中ありがとうございます。ただここに入りきれない方々にもインターネットを通してお礼を申し上げたいと思います。事務所開きだったら来させてくれ、たくさんの方からお話をいただきました。ありがたいことだなと思います。今日5日は実は私の妻の月命日です。七の会の会長さん、私の講演会、女性の講演会、連合会、あるいは愛の会、直子会の会長さん、本当に皆様がこうやって支えてくださったおかげでここまで来ることができました。4年前私は皆様にお約束をしました。それは分断された野党勢力を一つにして、今の暗く冷たい政治のに代わる明るくあったかい政治、その集団を作るということでありました。皆様のお力のおかげで大口代議士やここにいらっしゃる同志とともに、そして何より先日1歳をお迎えになった相馬代行が本当にお父さんのように支えてくださいました。後ろにあの勝木顧問がいらっしゃいますけれども、私たちずっとこの仲間の輪を、草の輪を広げてきました。ここに至るまで皆様に大きな大きなお力をいただいたことをまずお礼を申し上げたいと思います。本当にありがとうございます。また2番目は災害です。まだ佐賀県の災害言えてません。いや、言えてないどころか極激甚災害の、それをその全体の激甚災害じゃなくて極激っていうものになってしまいました。そのために今政治が空白をしていて、たくさん田んぼが浸かりました、お家が浸かりました、自営業の皆さん、中心街の皆さんももう生活に困っておられます。大口代議士の竹雄、北方、あの映像いつも出ますね。でも本当に2年前も同じところですよ。佐賀の山をずっと回りました。私の講演会の方がですね、おいは木に引っかかっとったぞと。でどこに引っかかっとったんですか。5年間一生懸命棚田をお作りになって、そして上の方のですね、砂防ダムに流木が溜まってて、砂防ダムが砂防の役割をしなかった。そして目の前を5回土石流が流れてた。4回目に思ったと、あと3杯酒飲んどけばよかったっておっしゃってました。まあそれぐらいのことが言えるような、私現場に行きましたけど、目の前を土石流が通ったらよく正気でいられたなっていうぐらいの恐ろしいことです。皆さんを逃がした後のことです。しかし手当てされてますか。されてないでしょ。あの宮城の山田地区にも行きました。行ってる最中に鉄砲水が襲ってくる、そういう状況でした。手当てされてます。私の名刺は縄橋でできてますけども、佐賀の大和の縄のあの綺麗な橋をお作りになる、あそこどうなりました。
土石流と崖崩れです。手当てされました。ボランティアの皆さんがたくさん入られましたけども、今の政権投げ出したためにですね、予算が届いてないんですよ。農業の被害、予算届いてないです。この1ヶ月間テレビジャックして総裁選だとおっしゃってるようですけど、どうですか。感染が拡大した時に何をやりましたか。 GoTo をやりましたね。感染が爆発している時に何をやりましたか。五輪を強行しました。そして今はご自身たちの次の引きずり下ろした後の人をどう選ぶかということをなさっています。本当にそれでいいですか。憲政史上初めてですよ。私直接衆議院議長副議長に憲法53条に基づいて国会を開いてください。国会を開いて私たちの PCR 拡充法案、医療や医療従事者の支援法案、そして何よりも自宅で療養と言ってますが、自宅放置の方が出て助けてくださいって夜私のところ来るんですよ。でもどうにもできない。実は私のことで恐縮ですが、私の妻は熱中症と間違えられて亡くなりました。ちょうど参議院の選挙でここにあります野田国吉さんのマイクをここで握ってる時です。電話しました。救急車を呼んでください、救急車を呼んでください、電話しました。でも届きませんでした。たった5分のところに3時間半かけて搬送されました。手遅れでした。救急車が届かないということはどういうことなのか。私自身も院内感染で MRSA にかかりました。しかし皆さんのおかげでここまで来ました。感染症が恐ろしいのは何かというと、この感染症が恐ろしいのは見えないということです。だから早期発見、早期治療、早期診断、そして早期保護しなきゃいけないんです。さっきもお医者さんとやり取りしてました。コロナにかかったけどもどうやって移動すればいいか、移動の手段もない、園が休園している、休園している間はもうお給料が入らない、その人たちをどうやって助けるか。私たちは法律を作っているんです。大串代議士中心にこの党をまとめて、枝野代表中心にいくつもいくつも法律を作っています。しかしどうですか。家賃支援金切り捨てられましたよ。ないですよ。持続化給付金ありませんよ。散々な中抜きをした上でありませんよ。雇用調整助成金、ある旅館に行きました。もう来月はこれが切れるというから、もう今日従業員の皆さんにもう涙を飲んで来ないでください、もうこれで終わりですって言うんです。でもその後伸ばしたんです。1ヶ月2ヶ月ごとに伸ばしてるんです。そんな政治がありますか。今アフガニスタンでは日本の国内のからの助けを待っている人がいます。私たちの同胞じゃないですか。その時に本国のリーダーが変わるってどんなに心細いでしょうか。私たちは変えることができます。アメリカの政権は今まで850兆お金を出しています。日本は70兆だと言ってますが30兆余してます。30兆余してるこのお金は何ですか。 GoTo だ、コストコロナだと言って自分たちの分配、自分たちの今だけ金に、自分だけの友達のために使うお金じゃないですか。国民のために使うお金ですか。違うと思いますよ。で、本来菅内閣が続いていたらそれでも今週の火曜日に外事情勢を支持すると言っていました。支持しますか。しませんよ。だって変わるんですか。この補正予算は皆さんにいつ届きますか。姿形もない補正予算は苦しんでる亡くなってる人にいつ届きますか。年明けでしょう。どんなに流行ってもそれを変えるんです。無責任な政治を変えるんです。私たちは絶対に負けません。娘にお願いがあります。今女性の会をたくさん作っていただいています。特に今私のところへアクセスしてくださるのは働いている人たちです。宮崎会長今日来ていただいてますけども、働く人たち、特に10代、20代、30代の女性、この方々は非正規で雇用の調整面にされています。
消費税が上がればこれは税額控除といって非正規の人を雇えば雇うほど払う税金は少ないんです。社会保障のためとか言ってるけどもためになってません。私は日本の未来を作る勉強会というのを作って日本がずっと衰退し続けてきた。マイナス 7% です。このコロナでも給料がこんなに下がってる国は日本しかないんです。変えましょう、変えましょう、私たちは勝ち上げましょう。今日はこの地、那須島でですね、行きたいと僕も来てくれてますけども、本当に一番最初にスタートしたのが結婚してですね、住んだのはすぐそこでした。静田さんという方の農家の方のお家にです借金を借りて2人でスタートしました。27歳の時であります。今回第5代目の後援会長中村直樹総括責任者が受けてくださいました。原点に帰るんだと、私たちは一人一人のこの真心を紡いで、そして選挙のたんびに汚いそういうものが広がるんじゃなくて良心を生む選挙をやっていく、選挙のについても革新をしていく、皆さんの苦しんでおられる状況を一つ一つ解決しながら前に進めていく、そういう拠点がここだというふうに思います。力いっぱい頑張っていきますのでよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。ここで祝電のご披露を事務局よりさせていただきます。お願いいたします。それでは祝電を披露させていただきます。原口和弘事務所開きのご盛会を心よりお祝い申し上げます。国政のためまた地元佐賀県発展のため日々ご尽力されている原口和弘衆議院議員に敬意を表しますとともに力強く支えておられます後援会の皆様方の熱いご支援の輪がさらに広がりますようお祈りいたします。本日ご参集の皆様方のますますのご健勝と我が校を心より記念申し上げます。佐賀県知事山口義則様、この他にも多くの方から祝電をいただいておりますが時間の都合上恐れ入りますがご本命を紹介させていただきます。衆議院議員大串博志様、立憲民主党常任幹事選挙対策委員長代理参議院議員吉田忠友様、鳥栖市長橋本康様、神崎市長松本茂之様、小木市長襟口修二様、上峰町長竹広雄平様、木山町長松田和也様、宮城町長岡剛様、ありがとうございました。またいただきました祝電は事務所広報に掲示しておりますのでお時間の許すときにご配慮くださいますようお願いいたします。以上で祝電披露終わります。事務局からのお願い、立憲民主党佐賀県第一区総支部選対本部長江口義則さんお願いいたします。はい、選対本部長を仰せつかりました県会議員の江口義則でございます。事務局からのお願いをさせていただきます。今般新型コロナ感染症の状況下にあり今までとは、かなり違った状況で選挙を展開、後援会活動を展開しなければいけないという状況であります。現在まで、佐賀1区の中の小学校区のほぼ3分の2では、国政報告会を開催することができました。また、ミニ集会、これは私たちの原口和弘代議士が長年、活動を基本としておりましたミニ集会のそういう活動を今でも展開させていただいております。それと、街頭演説、
毎週土日、毎週土日、佐賀1区内で、街頭演説をさせていただいておりますが、これはあの反応に関しては私は以前 に比べて今回非常にあの注目が あると思っております。車が徐行します。視線が原口本人なのという形で視線が来ます。追突事故が起きるんじゃないかと思ってヒヤヒヤすることもありますが、安全に気をつけながらそういう活動を展開しておりますが、なんといっても大規模な集会というのがなかなかしづらい状況だとはいうふうに予想されます。今後どのような選挙戦、展開するか事務局では引き続き検討してまいりますが、やはり原口和弘代議士の選挙の基本は口コミ草の根の活動でございます。本日皆様にお配りさせていただきましたこのリーフレット、まだまだ、お知り合いの範囲で、あんたこれもらったね、持ってるねというふうにぜひ、手配りの拡散と、そして今回は人を大きく集めるということがなかなか難しい中に、お電話ですとか口コミがとても重要になってくると思います。選挙の時は失礼しました、支持を拡大するためには迷ったら GO です、迷ったら GO です、あれあの人には今回お願いしたかなと迷ったらぜひ一本電話をかけてください。もう一声この人にはもうよかよね言わんでもと迷ったらもう一声かけてください。その口コミ草の根活動が原口和弘代議士の活動の基本であり、今回もこのコロナ禍で打ち勝つにはこの草の根活動が最大の武器だと思います。どうか皆さんご協力のほどよろしくお願い申し上げます。ありがとうございます。最後になりますが、頑張ろう三賞をお願いいたします。原口和弘講演会藤野康弘様お願いいたします。先生ながら、藤野康弘でございます。ご挨拶をさせていただきます。今回のこの選挙、原口和弘この男がですね、私は同級生なんですが長年見てきました。松下幸之助という師をしっかりと仰いでですね、やめへんやろな、その思い、国民の命、それを守るためにやめへんやろなということをずっと貫いてきた男です。同級生として私はしっかりとまた今回の選挙に向けて、しっかりと応援をしていきたいと思っております。原口和弘を当選させることはもちろんのこと、一番の最大の目標は国民の暮らしを守る、命を守る、そういうことだと思います。そのために手段として皆さんでこの原口和弘を使っていただきたいと思います。ぜひ当選させましょう。一緒に頑張りましょう。それではご賞をお願いします。原口和弘、頑張ろう。以上をもちまして原口和弘事務所代表をさせていただきます。最後までご協力ありがとうございました。